本日はお忙しい中、私たちのために時間を割いてくださりありがとうございました。今回は2回目ということで、慶応ガスのことの他に、主に就職活動のことなど大変貴重なお話を聞くことができました。今日聞いたことをこれからも生かして受験等を頑張っていきたいと思います。